79.5 Radio Neon. Hello, hello, hello. Drive. Wednesday.皆さんこんばんは。本日1月24日水曜日のハロードライブハロドラは中島さきとモーニング娘。ワンエイト尾形春菜の2人でお送りします。ちょっとガラつきましたね。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間、現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、今週もねちょっと野中ちゃんをお休みさせていただきます。きっとこれで最後です。はい。はい、さて本日1月24日は郵便制度施行記念日だったみたいですよ。1871年明治4年、東京京都大阪間で郵便業務が開始されました。それまでは飛脚に頼ってた。すごいね。すごい、なんかさ走ってたんだ。すごい、なんか大河ドラマとか見るとさ、なんか手紙持ってめっちゃ走ってる人いるじゃん。 ありますね。すごくない？間に合わなかったみたいなとか、すごいよね。よく走って渡したもんだ。絶対途中で諦めます、春菜やったら。いやいや諦めるよね。もういいから。本当にあの電車乗って届けるのもねちょっと億劫だよね。へえ、でも郵便ってなんかあんまり使わなくなってきますよね。そうだね、 SNS ですかね今は。年賀状とか出しましたか今年？私今年はねそう出してないんですけど、でも来る子にはね返したりしますね。全然やっぱりめんどくさくて。そうだよね、はい、うん、家族でみたいな感じで、そうですね、うん、出す子が多いのかね。そうですよ。でも私たちはさファンレターとかはさたくさんもらってるじゃないですか、はい、印象に残ってるものとかあります？嬉しいですね。なんかもう全部嬉しいんですけど、うんうん、写真が入ってたりとか、 あと似顔絵とか書いてくださる方いるじゃないですか、うん、あのクオリティがすごくて、すごい、こう衣装の私の似顔絵を描いてくださったりするときに、いやもうこれこのままグッズにできるでしょレベルの完成度、うんうん、すっごいなって思いますね。そうだよね、うん、なんか私は給湯時代ももちろんファンレターをもらって嬉しかったんですけど、給湯、はい、の時はその週に1回ファンの方とお会いする機会があったり、握手会でこの言葉で会話できたりしたから、はい、今そういう会える機会がなくなって、よりファンレターのありがたみというか実感してますね。なんか舞台やってても、なんか公演演じきってなんかどう思ったかなっていうのを手紙とかで直接伝えてもらえると自信にもなるし、まあみんな優しいから褒めてくれるんだけど自信にもなるし、なんかやっぱ応援してくれる方がこれだけいるからってファンレター持って確認できるから、これからも頑張ろうっていうエネルギーになりますね。お手紙って、ね、やっぱ G はね嬉しいです。あのこういうさ番組もさ、はい、メールでのお便りが多いけど、別にハガキでね送ってくれても、ハガキのなんかお便りって嬉しいですよね。やっぱね温かいですね、うん、まあよかったらぜひぜひ。そして1984年のこの日には、はい、アップルから初代マッキントッシュが発売されたみたいですよ。パソコンってことですか、うん、アップルマークがついたものですかね。いやすごいね。すごい、手紙とアップルとすごい、うん、確かに、そうなんだ。すごい一気に、あ、うんうん、一気でも時代は違うのか。そうですね、でもこの日記念すべき日ですね、うん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 、価格は、え、待って待って待って、69万10、え、69万8000、70万近いってこと。え、待って待って、え、高っ、高くない？持ち歩けないですね気軽に。これはまだノートパソコンではなかったんですかね、どうなんだろう。あ、がっつり、がっつりでっかいやつ。いやー、すごいね、70万ぐらい、すごいね。じゃあ今携帯10万ぐらいだけどさ、それでもありがたいんだね、うん、この時代の進化は。高いなと思うけど、すごいね。パソコン使える？はるなちゃん。私お家にはあるんですけど、うんうん、まあ、あのバックアップとか写真を入れとくだけにしか使ってなくて。あ、わかる。そうなんです、もっと使いこなせたらいいんですけどね。ね、いいよね、私もやってないな、うん、全然写真管理
だけですね。年賀状とかあの親が作るときはパソコン使ってたりしたんですけど、うんうん、でももう最近は携帯のアプリでもできるようになっちゃったから、あ、そうね、いや便利みたいな進化してくよね本当に。だってアップルウォッチとかさ、はい、なんなんみたいな感じだよねだってもうあれでさメールも返せるしさ電話も取れるしすごい便利。すごいですね、うん、アップルすげーね。アップル様様です。これからも期待しております、はい、楽しみにしておりますはい、ではということで水曜日はこんなメンバーでお届けしていきますので1時間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーク。このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それを元に女子トークをしていきます、うん、お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていくシステムです。はい、じゃあ早速引いてみましょう。はい、じゃあまずはこちら、うん、市岡レイナちゃんからです。いつも持ち歩いてるのは何ですか？あー、なるほど、すごいシンプルに書いてある字も薄いないつも持ち歩いているもの、それこそ携帯はないと生きていけないし、ね、生きていけないね。あとなんだろうな、なんかそんな大して変わったものを持ち歩いていないですけど、筆記用具筆記用具ね、はい、筆記用具と、うーん、あとあでも携帯用の充電器、モバイルバッテリーとかはないと嫌で、あ、そう、普通の充電器もそうなんですけど、うんうん、充電セットはあの持ち歩いてます。そうやってさどんどん荷物が増えてくるんだよね。そうなんです重たいんですよねモバイルバッテリーって結構ねえ、そうだよね、けどないと不安だから持ち歩いてます。え、バッグはさ、はい、最小限にしてどれぐらいの大きさで持ち歩ける？あの普通のこうな、いや A4 が入る、はい、A4 ぐらいです。あ、そう、でも割とリュックが多いから何でも詰め込めるぐらいの大きさないと嫌なんですよね、うんうん、荷物多いタイプね。多いタイプです、無駄に、うん、分かるよ使わないんだけどね、はい、あのクラッチバッグとか絶対持てないです私。あ、え、なんであそこに入るのって思って、うん、でもいいですね。私も最近荷物ちっちゃく、はい、まあ今日はリュックなんだけど、うんうんうん、ちっちゃくして、結構ねちっちゃいポーチでいけてるよ、なんかお財布とリップと、はい、あとまあパスもとイヤホンとハンドクリームとですかね。へー、あ、ハンカチと、ハンカチ、うん、女子力ですね。いや、ハンカチもね、はい、今まではいらなかったのよ。なんか言ったらさ、楽屋にもさタオルとか用意してくれてるんじゃない、はい、いや、それがないから、その外の世界はだから自分でハンカチ持ち歩けない、持ち歩かないと手拭けないから、それでなんかなるほどって思った。なるほど、だから OL さんは持ち歩くのねって今まですごいあの甘やかさせてもらったなっていうことがありましたね。荷物多いなね、なかなかでもね、はい、怖いよね減らすとね、うんうん、では続きまして、はい、ララン、お、鈴木愛理さんから、はい、人工知能についてどう思いますか？なんか大学卒業した人っぽいよ。やるな。人工知能について便利だよね。でも、はい、便利ですね。Siri とかでさ、うんうんうん、計算とかもしてくれるしさ、何でもしてくれる、うん、最近人工知能で音楽を作ってくれるみたいなアプリなのかながあるみたいで、うんうん、こうアカペラで何かを歌ったらそれに伴奏っていうんですか、下の音楽をつけて、まあ作曲っていう感じになるみたいな、すごいあるって聞いて、あ、結構なんか興味深いなって思いました。そうだね、はい、だってさ、モーニング娘。の曲をアカペラで歌っても違うアレンジになるかもしれないってことでしょ。そうですね、その人工知能がやってくれるって、不思議だね、はい、無料かは分かんないけどやってみたいなって思います、ね、まあお金はかかるでしょうね。そうですねどうだろう、でもさ、はい、なんか人工知能ってどんどん学んでいくじゃない、うんうん、それが学びすぎたら怖いなっていうふうには思うけどね。なんかそれこそ映画化されてるさ、人工知能が、うん、人間越しちゃうみたいな、うん、そうそう、とかはちょっとなってほしくないなとは思うよね。だってさ、だって何でもできちゃうもんね、人工知能、ね、ロボットを動かして強いし、そうそう、インフルエンザとかならないし確かに多分食われちゃう人間が、そのうち、そんな時代が来たら怖いですね。ねえ、有効に使えば、でも人工知能アイドルとか出たら、ね、結構ピンチじゃないですか
確かにね、何でも疲れ知らずだし、はい、24時間働けるっていうことですよね、うん、欲しいですね。でも人工知能ではないかもしれないけど、そのなんだっけ、あのツインテールのさ、すごいな、あ、そう、初音ミクとかはさ、あれだよね、人間が確かに なんて言うのか分かんないけど、アニメの中でも、うん、そうか、だってあの子埼玉スーパーアリーナとか余裕でしょ。埼玉、そうなんですか。そう、確か一人ですごいところでやって、一人でっていうか何人でやってんだか分かんないけど、え、映像でってことですか。そうそう、確か、すごいんだよね。すごい、すごいよね。そりゃあそんな時代が本当だよ。もうどんどん進化していきますよ。怖い怖い怖い。置いてかれないように気をつけないと。うん、便利だけどここまでにしといてほしいです ね。人工知能さんは。じゃあもう一枚引きます。お、野中氏、お、野中氏参加してる、おせち料理の中で一番好きなのは何ですかとのことです。なるほどね。黒豆ですね、私は。ああ、黒豆、はい、美味しいよね。栗きんとんも好きだけど、あ、甘い系が好きなのね、はい、お豆ゾーンが好きです、すごく。ああ、なるほど。私はかまぼこですね。あ、え、何をつけて食べる派ですか。あ、わさびと醤油。わさび、お、もうこれ本当にお酒好きな人ならわかるんですけど、わさびと醤油のかまぼこ美味しいんですよね。マヨネーズです、私。え、マジで。はい、ちょっと辛いわマヨネーズつけて食べます。初めて聞いた。え、本当ですか。うん、マヨネーズ派。マヨネーズです。え、じゃあさ、目玉焼きもマヨネーズ。目玉焼きは醤油かソースかつけるんですけど、かまぼこはずっとちっちゃい時からマヨネーズが横に乗ってて、逆にそれが普通だと思ってました。ほんとに、ちょっと食べたことない。美味しいです、普通に。ほんとになんかマヨネーズに潰されちゃいそうじゃない、はい、あ、まあ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 、うん、たま、うん、美味しいです。でも、あ、ほんと、はい、昔ちっちゃい頃はもうわさびも醤油もつけないでそのまま食べてたんですよ。けど、そう、最近になってね、わさび、大人です、うん、ちょっと、うん、味しめちゃいましたねでもね、おせち料理ってなんか一回だけでいいから、はい、自分で全部あのお重埋めるぐらいのやつ作ってみたいなと思うのよ、はい、でもさ、一個一個が細かいしさ、なんか結構煮るものが多かったりするから、味付けをね、しっかりしなきゃいけないから大変ですよ ね。全国のお母さんお疲れ様です。本当に、まあね、飼ってる方が多いと思いますが、まあ、まあ確かに作ってる人尊敬する。一回だけやってみたい。もう、なんだろうな、多分それが高齢化してっちゃうと、うんうん、うわ、年明けるめんどいなって思っちゃうからもう、はい、特別に一回だけその年だけ、うん、チャレンジしてみたい。良さそうね。え、そう、昔はさ、お母さんも何品かだけ作ってたりしてたんだけど、うんうんうん、もう最近やっぱ買いだから、あ、やっぱ主婦はね、大変ですよ。いつか、うん、いつかやってみたいなっていう夢を持ちながら締めたいと思います、はい、今回もいろいろお話ししましたが、来週はどんなお題が追加されるんでしょうか。来週もここでしか聞けないトークを楽しみにしててください。以上、深夜のパジャマ女子トークのコーナーでした。はい、ここからは水曜日限定コーナー、本日はハロドラ似顔絵展覧会。イエーイ、来ました。このコーナーは、出題者が言葉だけで芸能人を的確に表現するので、うん、それを回答者の中島さんが似顔絵を描いて誰かを当てるというもの、はい、ただしその人のモノマネなどは NG です。あくまでも外見の特徴だけを伝えます。はい、毎回ここで書いた似顔絵はブログに公開していますが、皆さんチェックしてくれていますか。してください、うん、ぜひ。はい、では今回の出題者は春菜ちゃんです。はい、私が言葉だけで有名人を伝えるので、中島さんにはその人物の似顔絵を描いてもらいたいと思います、ね、ちょっと前回外れたんだよね。そうですね。じゃあ1問目いきますね。お聞きの皆さんも、紙とペンを、はい、用意していただいて、はい、ぜひ、ちょっと頑張って、はい、私も頑張るから。そうですね。ではまず、はい、輪郭は、うん、輪郭はというか、まあ、縦長のお顔の形です。はい、縦長のお顔の形に、うん、これはなんて言うんだ、ベートーベンみたいな。ベートーベン髪型です。どちらかと、ちょっとベートーベンかなって。ベートーベンって、うん、ベートーベンだと思います。で、うん、ちなみに、ね、髪色は金色、金髪ですね。金髪です。待って、はい、金髪。そして、まあ、他に色の特徴を言うとしたら、うん、
赤っていうイメージがすごく強いです。え、待って、全然わかんないんだけど。え、金髪で赤、はい、頭は金髪なんですけど、うん、洋服とかのイメージはすごい赤だなってイメージが、うん、ちょっと待って、ちょっと全然想像つかないから色塗ってみるわ。、はい、ぜひ。赤、もう赤を着せたらもうこの人にしかならない。え、そんなそんな赤ならないですね。もう赤と金髪でしょ。赤といえば、わかったわ。 色の力ってすごい。色でわかったわ。もうそうですね、眉毛は細めのしっかりした眉毛がありまして、まあ目も割と、え、目も普通の 目ちょっとつぶらじゃない。あ、まあ確かに横長、切れ長の目ですね。で、鼻はなんか日本人離れした感じなのかな、高い感じで、はい、口は笑ってるイメージがすごく強いですね。はい、ちょっと絵は全然似てないけど。どうですか、どうですか。でも分かったよ。お、うん、え、これって合ってるのかな、カタカナかな。伝わったかな。いや、これは分かったよ。色の力ってすごい。想像して金髪に赤っていうのは全く分からなかったけど、色塗った瞬間にハマった。確かに似てるかもしれない。わ、はい、かりました。皆さんも書けましたかね。では答えを発表したいと思います。はい、答えはカズレーザーさん正解です。よーす、やっぱり赤ってすごいですね。うん、色の力すごい。すごい、うん、嬉しいわ。伝わった。いやー嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ2問目いきますね。はい、お願いします。いや2問目は、うん、じゃあまずさっきみたいに色の力を借りるとしたら、うん、もうこの人は黄色です。すごく黄色の用意をって感じのぐらい黄色です。皆さん、はんはん、髪の毛は、うん、まあ長いですね。髪長い長い黄色の髪の毛です。え、髪の毛も黄色なの。はい、髪の毛も黄色です。髪の毛が黄色くて長くて、うん、カチューシャみたいな、あのターバンみたいな感じの、うん、のをしてるイメージで、あ、ちなみに前髪がなくって、あ、書いちゃった。オーケー、じゃあ前髪がなくって、はいはい、ターバン、ターバンみたいなので全部髪の毛後ろに回して、はあ、その髪の毛は黄色です。あとはですね、鼻がすごく高くて、ちょっとわかんないんだけど、目鼻立ちはすっごいくっきり綺麗なお方ですね。目鼻立ち、え、眉毛も太って、眉毛もしっかりしてて、うん、目も鼻もすごくくっきりされてて、はい、あとは優しそうな微笑みをされてる、口の色も結構赤めな感じですね。ちょっと待って、わかんないわかんない。赤めな。え、ターバンの色は何色とかあるの。ターバンは金色か、まあ黒のことが多いね、じゃあターバンまで入ってるってことね。ターバンもまあ金色とか黒とかで、あとまあイヤリングとかこうゴージャスなアクセサリーを身につけてるイメージがあります。あー、わかった。ちょっと待って、ちょっと待って、あの頑張る頑張る。はい、わかったわかった。うん、こうね、黄色です。あー、うん、そうですそうです、黄色ですね。え、ちょっと待って、ね、ちょっと上の名字だけ。あ、わかったわかった。あ、ちょっとなんかわかるよ。すごい、やっぱ色の力ってすごい。え、でもこの人が黄色ってイメージはあんまないな。黄色です、全部黄、すごい黄色、金というより黄色。うんうん、多分これで合ってるはずだけど、ちょっと、え、なかなかちょっと出題するのもさ、なかなか、はい、極めてるところ行ってきましたね。ちょっとなんか危なく、だって若い子たちはさ、テレビ見てれば知ってんのかな。私がそのテレビめっちゃ見てた時はすごい出てる方だったので分かるけど、今はね、はい、え、違うかな、分かんない。今はなんか本当のお仕事の方になんか専念してる感じが。お、 え、違う人かな。はい、あ、え、答えをぜひいきますよ。はい、狩矢崎さん。カーリー。え、違います。答えは、うん、三輪明宏さんです。
確かにすごく似てますよ。なんか影崎さんかと思った。イラストすごい似てる。そっか、美輪さんか。美輪さんでした。あ、でも確かに美輪さんって言われた。美輪さん、え、待って、カイニーさん金髪じゃなかった、もしかして。なんか、あ、金髪か。私がちょっとコアの方行っちゃったんだ。そっか、美輪さんですね。カニさんね、お花すごいね、素敵に飾るいける方ですもんね。美輪さんか。そうでした。あ、ちょっとなんか2018年、いや、ちょっと美輪さんは当てなきゃいけないでしょ。なんか美輪さん当てなきゃちょっと何か変なのに取り憑かれそう。ご利益が当てたらありそうです ね。当てたかったわ。美輪さんでした。残念。いや、皆さんは当てられましたかね。どうだろう、どうなんでしょうか。美輪さん金髪、うわー、ちょっと美輪さんですね。やっちゃったわ。はい、ということで、はい、この絵は、この絵は、まあ、私は描いたのカーリーさんですね。この絵は、今回もブログに公開するので、ぜひ皆さん番組ブログもチェックしてください。はい、お願いします。また皆さんがコーナーに参加して描いた芸能人もツイッターハッシュタグハロードラでツイートしてくれると嬉しいです、うん、以上、似顔絵展覧会でした。そしてここではまだまだいろんなコーナーも試してみたいと思っているので、うん、皆さんから私たちにやってほしいことがあればじゃんじゃんお送りください。宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。このコーナーでは東海地区をはじめ全国全世界のドラ A 場所やドラ梅物の情報を送っていただいています。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まればひな社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます、はい、では早速紹介お願いします。はい、ラジオネームミスペログリーンさんからです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ハロドラ探偵社の皆さん、こんばんは。こんばんは。今年もインスタ映えブームがまだまだ続きそうですので、冬限定のこんなドラ A 絶景はいかがでしょうか。はい、埼玉県奥秩父の味噌土のつららです。お、天然の湧き水でできた美しすぎるつらら、うん、1月中旬から2月中旬くらいまでは夜にライトアップされるのでインスタ映え抜群、うん、天然ゾーンと人工ゾーンがあってその違いも楽しめますよ、うん、近くには三峯神社という関東で一番と言われる三峯神社もあるので、うん、自然パワーと神様パワーをもらえる超おすすめのリフレッシュスポットですとのことです。はい、つらら写真こちらです。素晴らしい、綺麗、ね、めっちゃ綺麗、幻想的な、もう穴雪の世界ですよ。確かにすごい綺麗だね、これが現実にあるんですね、うん、素敵。なんか秩父のこの味噌土のつららじゃないんですけど、足かくぼのつららっていうのを私見に行ったことがありまして、そこもすごい素敵だった。つらら寒いんですかね。あ、寒いね、もちろん。なんか本当に人工で、あの湧き水を引っ張ってって、はい、もうチュル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 っていう水がずっと出っ放なしなんですけど、はい、そこがだんだんつららになってくる。へえ、うん、見たことないかもしれないです、つららって。あ、本当に、はい、あるのかな。ないかな、なかなか出会わない。そうだね、うん、でも本当に幻想的で綺麗、素敵。奥秩父、うん、またライトアップされるとね、さらに綺麗ですよね、うんうんうん、いいですね、ライトアップ、うん、秩父は都内からだとねすごい近いんで、よかったら行きたいな、うん、これは私秩父の観光大使やってたので、うんうんうん、ちょっとあげたいんですけど、たくさん、はい、どうしよう。あんまり見ないお名前ですね。そうだね、確かに。ペログリン、ペログリン、ペロなんもないね、なんもないですね。つらら、ら、ら、あ、つ、つじゃない、つ、ついっちゃう、つで、つにしますか。じゃあ、ミスペログリンさん、そうですね、2ポイント、2ポイント、おめでとうございます。これさ、ラジオネーム重要なるね、本当ですね。ゴエモンとかそういうのだったらさ、5あげるかもしれないから、もしかしたらみんな考えてやってくるかもしれないね。ということで、こんな感じで皆さんからの全国世界のドラ A ネタをお待ちしております。じゃんじゃん情報を送ってください。情報の宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。以上、こちらハロドラ探偵社ザ・ワールドでした。続いてはふつおたのコーナー。ここでは皆さんからの応援メッセージや質問などを紹介していきます。では最初のメッセージをお願いします。はい、ラジオネームシーブルーさんです。ありがとうございます。中島さん、ハーチン、こんばんは。こんばんは。今日は2人に質問です。
この歌詞のフレーズを歌っているとき、過去聞いているときに感極まってしまうというところはありますか？もちろんそれを歌っていたり聞いているときの環境によっても左右されるとは思いますが、自分はさやしさんとか工藤さんの卒業コンサートの時のエンドレススカイの泣くわけないでしょう、泣くはずがないのところで必ず感極まってしまって泣いてしまいます。あとご政府のたすきの MV のチェルのパートの私たちの行く末はのところ、何回聞いてもちょっと感極まってしまうくらいすごくいいですとのことです。これチェルに伝えときますね。本当ですね。私尾形、あの愛の軍団モーニング娘。の曲の愛の軍団って曲で2番だからあんまりこう披露する機会がないんですけど、近くにあるときは分からなくて遠く離れたら気がつくっていうパートがあるんですね。本当に私2番を歌ったことがないからやったことがないぐらいなんですけど、この歌詞がすごく好きです。でも愛の軍団自体は結構さテンポアップ、はい、そうなんです。その明るい曲の中にすごいいい染み込む歌詞があるっていうギャップも、なんかこうつんくさんってすごいなって、いや本当にね、歌詞を通して思いますね。伝えてくれるよね。私は、やっぱあのその埼玉スーパーアリーナの卒業ライブで歌ったのはやっぱその時の思い出で残ってるから、基本的に全部やばいかも。なんか、いろ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 やばい気がするけど、シンキングあの頃のようにっていう曲をね、そのライブの時にアンコールで出たんです、まあでもアンコール出るまでは結構ドタバタで笑い話もまあ1個、2個あるんですけど、出た瞬間に、みんなあのウェディングドレスみたいな感じ の、あの白のドレスを着させてもらって、歌い切るんですけど、歌詞がすごい染みたんだよね、その時。誰のために私は今ここに立ってるかとか、幼き日ただ大好きで歌ったのは覚えてるとか、なんかすごい染みた。これはラストシングルの曲ではなかったんですけど、すごいやっぱつんくさんって素晴らしい、素敵だなって思いましたね。でも全部やばいかも、全部やばい、本当にリンっていう曲もやばいし、なんか全部やばい、もう思い出がそれで終わっちゃってるから。曲ってすごいですよね。その曲聴いただけで、なんかその時の雰囲気っていうかもう気持ちが返ってくるみたいな、そうそう、すごい、曲のパワーはすごいなって思うね。あのままの記憶で終わらせたいですね、本当に。では続きまして、こちらのメッセージです。ラジオネームときめきシャンチャインさんからいただきました。ナッキーハーチン、こんばんは。こんばんは。2人は2018年に楽しみにしていることはありますか？僕は夏休みに車の免許の合宿に行くのが楽しみです。もうずっと欲しかった免許も取れて出会いもあるっていうじゃないですか。2人の2018年の楽しみをぜひ教えてください。おお、なるほど、すごい、もう夏の予定を決めてるのね、素晴らしい。全然行けるか分かんないけど、ハワイに行きたいんです、私。いいじゃんいいじゃん。行ったことなくて。あ、そうなのね。修学旅行がハワイだったんですね。行けなくて、そう、ね、だからいつかこうハワイに行きたいなって思ってます。できない、できない。夏にもう1日でも2日でもいいから、行ってやるって、素敵思いますね。でもね、なかなか活動が忙しいからね、大変かもしれないけど、ぜひ行ってみてください。はい、私はもうあのこの間も言ったけど、2月に楽しみな旅行があるんですよ。で、まあ、楽しみであり大変なんですけど、でも一人で初めて海外の飛行機に乗る予定なんですよ。だからそう、楽しみ。言葉とか大変ですね。そうだね、でもまあジェスチャーで、ジェスチャーで、そう、携帯さえあればなんとか、本当に。だから充電は満タンにして、モバイルバッテリー持って野中氏が何かあったら駆けつけると思います。あ、本当に教えてほしいな。もうね、ちょっとそうですね、もう24にもなるんで、ここらで一人旅したいなって思ってます。すごい。ということで、こんな感じで皆さんからどんな内容でも OK なのでメッセージお待ちしています。宛先は、はい、hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。夜11時からお送りしてきましたハロードライブ、ハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回のハロドラはいかがでしたか？あ、もう来週からはチェルが復活すると思うんで。そう、いやー、そしたら春菜がインフルとか。やめて。いやいやいや、大丈夫です多分。ねえ、ちょっと私も気をつけるわ。そうですね、手洗いうがいをしっかりして、皆さんもね、体調気をつけてください、寒いので、ね。
ということで、この番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしております。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえば私たちが漏れなくチェックしますので、よろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください、うん、レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、さてここでモーニング娘。18からのお知らせです、うん、ハロープロジェクト 20th アニバーサリー、ハロープロジェクト2018ウィンターパーフェクトスコアフルスコアで全国を回っています、うん、愛知県は今週末1月27日28日愛知県芸術劇場大ホールにて行います、うん、そしてモーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2018春の開催も決定しています、うん、愛知県は3月21日アイプラザ豊橋、4月30日日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて、2回も行かせていただくので、ぜひぜひ遊びに来てください、うん、さらにモーニング娘。20th として2月7日水曜日にミニアルバム20歳のモーニング娘。をリリースします。こちらもぜひよろしくお願いします。そしてそして個人的なことなんですけど、はいはい、2月15日に私19歳になります、はい、そこでですね、当日に光が丘今ホールにてバースデーイベント開催が決定していますよ。こちらもぜひお祝いを一緒に私の誕生日をお祝いしに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして私中島咲からもお知らせです、はい、TBS のテレビふるさとの夢にレギュラー出演中です、うん、毎週水曜深夜0時58分から。そして4月に池田純也さんの作演出シリーズ最新作演劇シャープ03ザ池田屋に出演します。よかったら来てください、はい、そしてこれはですね、中島咲24歳のバースデーイベントをファンクラブ会員限定で新宿山のホールにて行います、開催日は誕生日当日の2月5日となっていますので、はい、この機会にファンクラブに入会してぜひ M ラインですので、よかったら遊びに来てください、うん、そしてですね、しましまライブっていうのがありまして、矢島真由美、中島咲がお届けする歌あり芝居ありのライブを、東京丸の内コットンクラブにて、2月の6日、7日、8日に行います。よかったら遊びに来てください。こちらなんと大阪と名古屋公演も決定しております。3月に遊びに行くので、よかったらチェックしてください、はい、さらに初のソロ曲私に帰れる街がリリースされています、うん、iTunes 他配信サイトをぜひぜひチェックしてみてください、はい、というわけで明日も夜11時からチェックしてくださいね。それではハロードライバーハロードラ水曜日、ここまでは中島咲とモーニング娘。18尾形春菜の2人でお送りしました。それでは皆さん、また来週。